シントトロイデント界をステップアップ実績ナンバーワンクラブ。遠藤鎌田と宮橋橋岡鈴木、シントトロはステップアップの実績圧倒的ナンバーワンだな。まあ遠藤はブンデス2部に移籍、鎌田はレンタルだからステップアップと言えるかは謎だけどね。欧州になれるって面では一役買っただろうけど、シントトでもオランダでもスイスオーストリーでもいいがポルトガルだけ地雷原すぎる気が。ステップアップできたのが森田と翔さんだけじゃね。それも国内だし、橋岡をプレミアに売りつけたのは剛腕すぎる。鈴木と橋岡は何が評価されてんだ。橋岡は空中戦のスタッツがズバ抜けてたぞ。多分そこが評価された。シントロロはそろそろ新たな日本人補充ありそうだな。トトロは谷構成でも取りに行け。セルティックもたくさん所属したのに誰もステップアップしなかったな。トトロみたく選手は売り物と認識してるクラブの方がやっぱいいな。とりあえず移籍希望の日本人を欧州のショーウィンドウに並べて実際に見て買ってもらおうってことだからね。直接日本からトトロ以外のクラブに行って思ってたのと違うわって干されたりしない分、移籍はスムーズに行くと思う。サンキューシントトロ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。